トミスラブ・ニコリッチは、セルビアの政治家。同国の第2代大統領を務めた。かつて、セルビア急進党に属し、2003年2月23日より、その副党首となり、党首のボイスラブ・シェシェリに代わって、実質的に党を指導する立場にあったが、シェシェリとの方針の違いから2008年9月6日に、急進党を離れて、セルビア進歩党を設立し、その党首となった。2007年5月8日から同年5月13日まで、国民議会の議長を務め、また1999年から2000年までは、連立与党の一員として、ユーゴスラビア連邦共和国の副首相を務めた。多数の書籍を執筆しており、その多くは政治に関するものである。トミスラブ・ニコリッチとその妻のドラギツァ・ニコリッチの間には2人の息子がいる。出身はセルビア中部の町、クラグイエバツである。1990年代に人民急進党の一員となり、同党はセルビアチェトニク運動と合同してセルビア急進党が結成された。ニコリッチは1991年1月23日の創設時より急進党に属している。後に、その副党首に選出され、3度にわたって再選されている。ニコリッチは1991年より国民議会の議員であり、2010年に至るまでずっとその地位にあり続けた唯一の人物となっている。スロボダン・ミロシェビッチ支配下のセルビア社会党政権の時代、ニコリッチとシェシェリは懲役3ヶ月を宣告され、コソボのジラニ、グニラネの刑務所で服役した。しかし、1998年3月には、ニコリッチらの属するセルビア急進党は、社会党との連立政権を組み、ニコリッチは、セルビア共和国の副首相となり、1999年からは、ユーゴスラビア連邦共和国の副首相となった。2007年5月8日、国民議会はニコリッチを議長として選出した。244議席中、セルビア急進党のニコリッチが142票、対抗する民主党のミレナ・ミロシェビッチは99票を得た。セルビア民主党はニコリッチを支持した。国際連合の暫定統治下にあったコソボでは、コソボ民主党のハイレディンクチ、オラ改革党のユリ・ホッチャ、首相のアギモ・チェクラは、ニコリッチのセルビア国民議会議長就任に関して、コソボにとって破壊的で危険として非難した。5月9日、ニコリッチは、ロシアの駐セルビア大使、アレクサンドル・アレクセーフと面会し、ベラルーシとロシアの国家連合に、セルビアも加わることを望むとする談話を発表し、アメリカと欧州連合による寡占支配に対抗するとした。しかし、5月13日に、民主党とセルビア民主党が、連立政権の樹立を前提とした予備的な連合を形成すると、ニコリッチは、議長の座を失うこととなった。ニコリッチは民主化以降の旧ユーゴスラビア諸国で史上最短で国民議会の議長職を失った人物となった。ニコリッチは連立与党が平和的にコソボの独立を認めるのならば、急進党はおとなしく座して見過ごすことはないでしょうと語った。一方、物議を醸すような発言で知られており、首相で民主党のゾラン・ジンジッチが暗殺される20日前に、あたる2003年2月23日には、向こう2ヶ月ほどの間、ゾラン・ジンジッチを見かけたら、ヨシップ・ブロズチ党も、死の直前に足に問題があったと知らせてやれ、と話した。また、ボリス・タディッチ大統領を、ウスタシャだとし、ジャーナリストのスラブコ・チュルビアの死を惜しまないと話した。この他にも、すべてのセルビア人が、単一の国に暮らすことができる大セルビアの夢を持っている戦略的地点であるパスリャンスケリバデにロシア軍は基地を作るべきであるなどと公言してきた。2015年のモスクワ対独戦勝記念式典と中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年記念式典に出席してロシアの赤の広場と中国の天安門広場を行進するセルビア軍を閲兵した。2000年ユーゴスラビア連邦共和国大統領選挙に立候補し、ボイスラブ・コシュトゥニツァ、スロボダン・ミロシェビッチに次いで3位となった。2003年セルビア大統領選挙に出馬し、第1回投票ドラゴリュブ・ミチュノビッチを抑えて、首位となる 46.23% の票を獲得したが、投票率が 38.80% であり、規定を下回ったため選挙は無効とされた。翌年のセルビア大統領選挙に再挑戦し、第1回投票では、ボリス・タディッチの 27.3% を上回る 30.1% の票を得た。しかし、第2回投票では、得票率は 45.4% にとどまり、タディッチの 53.7% に敗れた。2008年のセルビア大統領選挙にも出馬した。この時のスローガンは、全身全霊であった。2008年1月20日の第1回投票では 39.99% の得票率で首位に立った。2位のボリス・タディッチは 35.39% の票を得て、2人による決選投票が行われることとなった。2月3日の第2回投票では2,197,155票がニコリッチに投じられたが、得票率は 47.97% となり、タディッチに敗北した。トミスラブ・ニコリッチとアレクサンダル・ブチッチ、セルビア進歩党の創設大会にて、2008年9月6日、ニコリッチは唐突にセルビア急進党を離党した。セルビアのメディアは、欧州連合加盟をめぐるニコリッチと他の急進党幹部、特に旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷によって、デンハーグに拘束されている。ボイスラブ・シェシェリとの立場の違いについて報じた。ニコリッチは他の一部の急進党の議員と共に議会内会派、進め、セルビアを設立した。ニコリッチは会見で古いセルビア急進党はもはや存在しないと話した。2008年9月11日、ボイスラブ・シェシェリは拘置所内から急進党員に対して手紙を宛てた。その中でニコリッチとその同調者を裏切り者、西側諸国の操り、人形でありエージェントだと呼び、党員に対してセルビア民族主義、反グローバリズム、親ロシア主義の立場への忠実を求めた。9月12日、ニコリッチとその同調者は急進党から除名された。これに対してニコリッチは新しく政党を立ち上げると発表した。10月24日、新党の名前は、セルビア進歩党とし、第1回の大会を10月21日に開催するとした。2012年大統領選挙、編集2012年セルビア大統領選挙では、ボリス・タディッチを破り、またダブル選挙となった、議会選挙でもセルビア進歩党が第一党となった。2005年、ナターシャ・カンディッチ率いる人道主義法センターは、戦争犯罪検察庁に対して、クロアチア・スラボニア地方東部のアンティンで1991年8月に起こった虐殺について調査を求めた。生存者はボイスラブ・シェシェリ率いる義勇軍の構成員が虐殺を行ったと話し、その中でニコリッチについて言及した。ニコリッチは自身のユーゴスラビア紛争への関与について話しており、そのことがこうした主張につながったとみられる。ニコリッチはシェシェリによってスラボニアにおいてセルビア人のための模範的なニコリッチがアンティンで民間人の虐殺に関与したとの疑いは国民議会議員のジャルコ・コラチによって取り上げられ、コラチは2005年7月にラジオフリーヨーロッパのインタビューでアンティンの虐殺に関して言及した。同じ月に政府通信局の長官を務めたブラディミル・ポポビッチは B92 の番組インセイジダーでのインタビューに応じ、ニコリッチの嫌疑について、元国家保安庁長官のヨビザ・スタニシッチから聞いたと話している。人権活動家のナターシャ・カンディッチは、公開書簡で、ニコリッチがアンティンに住む老人らへの虐殺に関与した証拠を持っていると記した。ニコリッチは、虐殺があったとされる時期に、アンティンにいたことは否定しなかったものの、この時同地で、民間人の殺害はなかったとし、また自身は一発の弾丸も放っていないと述べた。カンディッチが1991年にニコリッチによってアンティンの住民が死傷したと発言したことに関して、2005年9月12日にニコリッチはカンディッチを告訴した。セルビア旧神党は、カンディッチの組織が反セルビア主義を広めているとして、非難した。クロアチアの内務大臣は、アンティンでのニコリッチの犯罪行為に関する情報は、ないとの声明を発表した。カンディッチは、謝罪を拒否したため、ニコリッチは、カンディッチを、名誉毀損で訴追した。2009年2月、裁判所は、カンディッチは、自身の発言の証拠を示せなかったとして、ニコリッチの訴えを認め、ニコリッチがカンディッチに対して賠償を請求する権利を認めた。2015年4月17日、ニコリッチはローマを来訪するために航空機をチャーターしたが、突如機体が急降下、トラブルが発生したためにセルビアに戻る事態になった。原因は副操縦士がケーキ板にコーヒーをこぼしたため、それを拭こうとしたところ、誤って非常ボタンを押してしまったため、墜落こそ免れたが、エンジン1機が停止してしまった。ありがとうございます。